キーパー今日は村山です。4バック右から宮部、橋内、時田、下川、パウリーニョと隅田のダブルボランチ、右サイドハーフ村越、左滝、そして今日も渡辺と小松の2トップと予想しました。前節からスタメン5人を変更しています。キーパー今日は移籍後初出場の古賀です。4バック右から田中、国広、山下、綿引き、西山と吉武のダブルボランチ、右サイドハーフに佐藤、そして左は若林です。トップ下藤沼、そしてワントップ今日も松澤です。パウリーニョ、これを田中陸拾って、さあボックスに入っていくところですが、ここは刈り取りました。さあこのルーズボール、藤沼折り返して、ここはクリアした。ディフェンス剥がしながら右足を振っていったんですけれども、ここは宮部が素晴らしいクリアを見せました。滝が左のハイサイド、ボールを収める、サポート下川が来ているのは、その下川に渡す、下川のクロス、ヘッド、小松、小松が頭で合わせていきました。相模原は後ろから丁寧にボールをつないでいきます。おっと、キーパーが後ろにスライして、そのまま割った、オウンゴール、松本の先制です。ちょっと大きなミスが出てしまいました。今度は左サイド、下川、さあ滝です。滝がグランドのクロス、左足食らった、村越、村越2点目、34分。滝のグラウンダー、渡辺がディフェンスを引きつけていたというところで、フリーの村越が逆サイドから詰めてきました。さあ滝、ボクシング、下川のクロス、折り返して小松、パウリーニョ、決まった、パウリーニョのミドル。この下川のクロスでした。ここをボレーで折り返した村越、このボール小松ワンタッチの後枠外に流れてきたところ、ここにパウリーニョでした。吉武から渡引き絞った位置、小松、さあ左サイド滝が行く、滝がボックスに侵入、渡辺が要求、決まった、滝自分で行った。小松からこの左サイドへの展開でした。滝、渡辺和真もボールを要求していたんですけれども、自ら振っていきました。そして松本、どうやら米原が呼ばれているんです。さあ小松にボールが出る、逃げ足で振った、決まった、5点目、なんと5得点、松本61分。もう止まらない状況になっています。山下からのロングフィード、裏へスピードを持って藤沼が行く、かわした、ボックスに入った、マイナス、右足振るがブロックに合う、あーっと、これが綿引きの足元、右足のシュート、決まった、綿引きのゴールだ。63分、左高い位置、スピードを持って藤沼が収めて、このマイナス方向のクロス、このシュートはブロックに合うんですが、この下げたところ、まあ、クリアしたところに綿引きがいたという格好でした。並び使わずクロスを入れる栗原、その向こう折り返して押し込めるか、シュート、跳ね返した、どうだ、決まった、押し込みました、最後は藤沼です。折り返して藤沼の後、これはオウンゴールのようにも見えます。
松本の選手に最後当たったようにも見えました。あ、収めた。栗原直接狙っていって決まった。栗原のシュートが決まりました。栗原イブラヒムジュニア5対3。なんとなんと相模原は3点目です。ここで長い笛が鳴りました。タイムアップです。最後は松本が逃げ切った格好になりました。松本5得点の後3失点。まあ勝ち切りはしましたけれども、それほどこう喜びを前面に出すという雰囲気ではない松本です。